はい、ケーキの通常を展開しております合同会社もてなし便代表社員の椎根義也です。今回はですね、今、弊社で推進しております、独立支援制度についてですね、お話をしたいと思います。何回かですね、続けてお話をさせていただいておりますが、加入経営者としての、最低条件をですね今お伝えしております。今日はですね、今回は3つ目になります。3つ目は自らが行動できること、自らが、行動できること、予測できないですね、危機管理に対して、最高責任者としてですね自らが動くことが求められます。このことができなければもちろん社長ではありません。ドライバーさんの、有事に備えて、社長様にも、軽車両を準備していただき、何かあれば、当然のごとく、現場で稼働していただきます。率先垂範できない、儲け的なこと、方はですね、お断りしているということですね。この部分についてはですね非常に大切になります。やっぱり現場、荷主との信頼関係をですね、損なわないためにはやっぱり何かあれば当然社長様に、現場に出ていただく、ドライバーさんの代わりになって、現場に出ていただく、もしくは、いろいろと現場のフォローをしていただくということが非常に大切です。やっぱりそういう会社じゃないと、仕事は任せられないということになりますので、こちらについてはですね非常に大切な部分になりますので、しっかりと覚えておいていただければと思います。自らが行動できることですね。これはどんな、事業においてもやっぱり、社長様というのは最終的には、自らが動く、という問題解決にあたっては自らが動くということが求められます。ぜひですね、こちらの部分を大切にしていただきたいと思います。このようにおもてなし便では今ですね、独立支援制度をですね、積極推進しております。ぜひですね、皆様にも、ご参加いただけるように、よろしくお願いいたします。ご質問等、ございましたら、私もに、お気軽にご連絡いただけたらと思います。ご連絡先申し上げます。090-1996-4638、090-1996-4638、おもてなし便シニアの携帯までお気軽にご連絡いただけたらと思います。皆様と手を取り合って、成功していきたいというふうに考えております。ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。